日常のあれこれから気分を切り替えて、たまには感覚に任せるひとときを。めぐりずむヨガで気分をほぐしていきましょう。背筋を軽く伸ばして座ります。鼻から出入りする呼吸のリズムを感じてみましょう。よかったら手をお腹のあたりに添えて、呼吸に合わせて腹圧が変化する様子を観察しましょう。自分のペースで無理のない呼吸を重ねながら、ここからは気持ちよく感じられる範囲で体を動かしていきましょう。胸の前で手のひらを合わせます。組手を引き上げて伸びをしてから、両手を頭の後ろに添えてください。息を吸いながら肘を開き、顔を上に向け、吐きながら肘を寄せて顎を引きます。呼吸に合わせてこの2つの動きを繰り返してください。気持ちよく感じられる側にとどまって、もう一呼吸。鼻からゆったりと吸う息、吐く息、あくびをするように口からはーっと吐き出して、顎を緩めてからポーズをほどきます。胸の前で両手を組んで、上に向かって引き伸ばします。そこから脇腹を伸ばすように、重心を右へ、左へと移していきます。息を吸いながら腕を上に、吐きながら斜めの方向へと腕を柔らかく伸ばしてみてください。そこから下にある側の片手を床に下ろし、もう片方の腕を付け根からぐるりと回していきましょう。吸いながら上に、吐きながら下へ。気持ちよく伸びているなぁと感じられるところでポーズを保ち、その姿勢で軽く拳を握って息を吸って、口からはーっと吐きながら手をパーに開きます。
ゆっくりと背骨を起こし、真ん中に戻って楽に座ります。反対側も続けましょう。胸の前で合掌。組手を上に伸ばし、左右に伸びましょう。先ほどとは反対の手を床につきましょう。土台を安定させてからもう片方の腕をゆっくりと回していきましょう。息を吸いながら上に、吐きながら下へ。気持ちよく伸びているなぁと感じられるところでポーズを保ち、軽く拳を握って息を吸って、口からはぁと息を吐きながら手を大きなパーに開きます。ゆっくりと背骨を起こします。一度肩をぐるりと回し、余韻を感じながら、もう一呼吸、もう一休み。それでは、正座から膝立ちの姿勢をとっていきます。右足を横に伸ばして足裏を床につけ、左足はつま先を立てましょう。両手を胸の前で合わせ一呼吸。息を吸いながら腕を頭上に伸ばし、吐きながら両手を左右に伸ばします。右手を右足の上に添え、左手をもう一度上に伸ばしてから、体の左側を緩やかに伸ばしましょう。気持ちよく伸びているなぁくらいの、今日の自分にとってちょうどいいところが見つかったら、そこでよかったら軽く目を閉じて、呼吸を味わいましょう。次に息を吸うタイミングで体を起こしてください。今度は左手を床について、右手を斜め左に向かって回し上げてみましょう。右側のサイドラインを意識しながら、伸びている場所に呼吸を吹き込むようなイメージで、ゆったりと呼吸を広げます。右手を腰に当てて、一度下を向き、上半身を起こしてください。膝立ちの姿勢に戻ってから、腰を下ろして子供のポーズです。腕は前方にまっすぐ伸ばしていてもいいし、
重ねた手を枕のようにお顔の下に引いて、頭の重さを預けてもよいかもしれません。好きな位置が見つかったらその姿勢でしばし寄りかかって休みましょう。そのまま休んでいてもいいですし、反対側も行う方は膝立ちの姿勢をとってください。左足を横に伸ばして足裏を床に、右足はつま先を立てて姿勢を安定させましょう。両手を胸の前で合わせ一呼吸。次に吸う息とともに両腕を上に、吐きながら左右に伸ばします。左手を左足の上に、右手をもう一度上に伸ばしてから左上へ。右体側を緩やかに伸ばしましょう。気持ちよく呼吸が感じられる角度が見つかったら、自分のペースで呼吸をしてください。次に息を吸うタイミングで体を起こしてみましょう。今度は右手を床について、左手を斜め右に向かって回し上げてください。左側のサイドラインを意識しながらもう一呼吸。左手を腰に当てて一度下を向き、上半身を起こしましょう。膝立ちの姿勢から腰を下ろして、先ほどと同様子供のポーズ、またはダウンドッグでお尻を斜め後ろに引き上げ、軽く足踏みをするように足の裏側を伸ばしてみましょう。両手を大きく広げ、マットを前方に押し出しながら呼吸を広げましょう。子どものポーズをとっている人もダウンドッグの人も、ゆっくりと四つ這いの姿勢になって、そこから仰向けの姿勢に移ります。よかったらここでメグリズムをつけてみてください。ゴロンと仰向けに横になった楽な姿勢をとってみます。目を閉じていてもできるポーズをあと少し練習していきましょう。呼吸を自分のペースで続けながら、両腕を頭上に伸ばしてください。全身を縦方向にストレッチしながら息を吸って、息を吐きながら両手で右膝を胸に引き寄せます。右膝で小さな円を描くように体を動かしながら、次に吸う息とともにポーズをほどき、吐きながら
全身を脱力しましょう。もう一度両腕を頭上に伸ばしましょう。息を吸って吐きながら両手で左膝を胸に引き寄せます。そのまま左膝で円を描くように体を動かしながら、次に吸う息とともにポーズをほどき、吐きながら全身を脱力しましょう。組手を頭の下に枕のように引き、両膝を立てて左右に倒します。気持ちよく伸びているなぁと感じられる側、右でも左でも好きな方でいいです。そちらにとどまって吸う呼吸、反対の方向にも膝を倒してマイペースに呼吸を続けてください。ゆっくりと両膝を立てて、最後は全身の力をすっかり抜いて休むポーズです。足を伸ばし、腕を体の横に、つま先も軽く外側に倒し、ゴローンと横になった楽な姿勢をとりましょう。体の感覚に耳を澄ませながら、一つ息を吐くごとに余計な体の緊張を緩めましょう。静かな呼吸とともに、しばしの間全身を委ねて休みましょう。